はい、ここはですね、蓮田市役所の前にあります黒浜貝塚国指定史跡の場所でございます。もう木々が今生い茂っていて、緑の重なりがめちゃくちゃ綺麗です。そしてね、この辺から貝塚がですね、本当に出た場所なので、史跡にもちろん指定されてるんですが、あと土器もね、黒浜式土器というのが出て、縄文時代前期中央期のですねに黒浜式土器というのが出まして、まあ、国指定史跡になっている、まあ、それをこういうところからっていうことで守ってるということなのかなという感じになっております。まあ、整備されてね、こんな風に皆さんの散歩コースになってるわけです。あちら側が市役所がありまして、まあ、市の市役所に訪れる方、もしくはこの辺でね、市役所に用がある方はですね、かもしれません、ちょっと寄ったりするのかもしれません。これが黒浜式土器というものです。さあ、じゃあここからですね、整備された道があるので、宇都宮線の通っている線路のところまで行って、そして、市役所の方までちょっと戻ってみようかなと思います。この蓮田市なんですけども、数年前にですね、あの日のオルガンというですね映画が、戸田梨香さんと大原桜子さんが主演の映画がですね公開されまして、戦時中のお話なんですが、それは蓮田に疎開した子どもたちのね、お話だったりするんですが、それがですね、まあ、公開になったことによって、お祭りの時にですね、歌いの森フェスティバルというお祭りの時に、この今から開けて見えてくるこの広場のところでですね、特設ステージを立てて、その映画のね、なんていうのかな、プレミアステージみたいな感じでですね、ここですね、特設ステージを立てて、大原桜子さんと監督がいらっしゃって、特賞をね、私、司会やらせていただいたという感じの場所です。昔はただね、生い茂ってる場所だったんですが、今整備されてこんなに歩きやすく散歩コースのような感じになっています。そしてちょっと見えるかどうかわかんないんですけど、まあ、肉眼では死ぬほど見えてますが、あそこに線路が、宇都宮線の線路があって、こっちは蓮田駅、こっち行くと蓮田の次、品岡、新品岡、久喜、東鷲宮、栗橋、小川、野木、ママだみたいな方に進む宇都宮線の線路で、この線路ね、まあすぐこうやって電車が走るところが映ると、日が発という場所が、もっと奥の方に、あっちの方にあるんですよ。だから撮り鉄の人たちがね、の間ではすごく有名な場所ですね。ちょっと一直線っぽい場所が、風に見える場所が、ここ分かるかな、そこ線路なんだけど、おーっと一直線に見える場所がね、もっと先にねあるんですよ。そこがね、なかなかの有名な撮影スポットとなっていますが、田んぼの中なので私有地になるのかな、そこね。ちょっと皆さん気をつけて撮影するときはしていただければと思います。電車通んないかな。さあ、それではこれからちょっと市役所で取材があるので、市役所の方の全貌もね、こちら側からお見せしたいと思います。もう蓮田のね、広報大使をやって、あ、電車来た、向こうに行く方だ、これ宇都宮線ですね、宇都宮線、いってらっしゃい。もうちょっと高い位置だったらな、ちょうどよかったんだけどな。まあいいや、しょうがない、そのぐらいの月しか持ってない男ということで。さあ、出てきました。これね、蓮田市役所の全貌が見えてきます。今つってこっち側は西棟というところで、千葉人材センターのね、窓口などがあっております。あちら側がですね、蓮田市役所ですね。2階の今電気がついているところあたりが秘書室、秘書室か、秘書はいないな。でここ東屋、私好きなんですけども、この東屋のところに黒浜式土器が、じゃーん、どうする、かわいいですよ、これが好きなんですね。この土器を使って駅弁とかできないかなって、そういうのどうですかってね、延々言い続けてる感じですが、まあ難しいでしょう。ということで、今日はね、この西棟の方でちょっと取材があるので、これから取材ね、やってきます。みんなも蓮田来てね、蓮田祭りあるよ。
でよく見えなくなったけど、今もお話聞いてくる。で、さっきの近いところもね、こっちで気をつけてという感じになっております。ほら、電車来た。貨物かけて、こんな感じ、こんな感じ。ねえ、このまま白岡を通り抜けるわけです。結構長いぞ。もう長い。コンテナを積んで、いつか私はコンテナハウスに住みたいと思っています、ね。黒く塗って、おしゃれにして、コンテナハウス住みたいな。もう長いぞ、貨物。気をつけてね。いってらっしゃい、貨物。はい。こんな感じで。